023-456。日本から出場した後2号艇の宮村が覗いていく感じです。勢いがありますが、それでも1号艇が先前を打てるか。2号艇ならば早指し宮村です。宮村の差し入っていきました。1号艇2号艇突破争いも2号艇の方が回ってから押していきます。宮村スタートは前提正常、2号艇宮村トップ、判定審査1号艇池田が2番手、3番手3号艇の西名、あとは4号艇5号艇6号艇追走です。2マークは2号艇宮村から、1号艇池田ですが外前追走、そして3番手のところ4号艇の内をさばいてきた3号艇西田となっています。3番手のところ、現在は3号艇西田が1点審判ぐらいリード、それを追って4号艇の前澤です。2周回目へと入っていきました。先頭は2号艇の宮村優也、続いて1号艇池田氏の3番手3号艇に対して握っていきました4号艇の前澤、3号艇がキャビってしまいました、振り込んでしまって5号艇が接触してしまいました。さあ3番手のところは4号艇の前澤が上がりまして、現在上位は2番、1番、4番、6号艇の吉田が4番手、その後ろ3号艇構想再開しましたが、ちょっとスピード乗りが悪いか、あと5号艇は止まった状況となっている2周の1マークです。上位陣は2周2マークを回ってホーム側戻ってまいりました。現在上位体系は2番、1番、4番、その後ろ6号艇となっています。あとは遅れて3号艇ですが、ちょっとスピード乗りが悪いか、5号艇止まった状況が続いています。3周1マークはその自己艇の外を回っていく形になります。5号艇の深見歩美はエンスト失格、5号艇の深見歩美2周1マークエンスト失格、また3号艇の西名が2周2マークのところで止まった状況になっています。3号艇の西名も2周2マークで止まってしまいまして、3号艇の西名もエンスト失格になりました。123-456、5号艇この3艇コースタート、内2艇遅れていますから、3コースから仕掛ける3号艇森崎、内2艇をまくり切りまして、あとは4号艇あるいは5号艇中をつこうとしたいですが、5号艇前が壁になってしまって、あっとアクシデント、1号艇にアクシデントが発生しています。スタートは前提正常でした。トップ争いは4号艇と3号艇が並んでいます。深見と森崎、3番手が5号艇の和田、4番手が6号艇国分、あとは2号艇の中田と構想再開しています。スタート正常から2マークは4号艇深見から、内を狙った3号艇森崎、3番手は5号艇の和田、上位は4番、3番、5番、6号艇の国分、続いてその後ろが2号艇中里です。なお1号艇1周1マークアクセントで失格となっています。1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番、第3レース予選競争スタートしました。まずはインから1番の浅見、外では5番の永田も好スタート、ちょっともつれました、混戦模様でアクシデントもありました。なおスタートは正常です。現在先頭1番の浅見、その後2番の小川、3番手は6番の中道と続いておりますが、このレースアクシデントありました。なおスタートは正常です。1周1マーク手前でアクシデントありまして、3号艇の桑島選手が転覆失格の模様です。レースでこのレイクル琵琶湖開設6周年記念日本トーター杯4日間のショートシリーズです。今日は2日目、予選の最終日迎える12レース予選特選、選手の予選ポイントアップのレースとなります。予選道中最後の1番ですが、5人のレースです。5号艇の桑島選手が今日の前半レースで負傷のため欠場となっております。シリーズ5日目の攻防が続いています。ボートレース丸亀、水面上は第4レース一般競争です。なおお客様にお知らせいたします。この第4レース出走予定でした4号艇吉山拓也は過日号のため欠場、従いましてこの第4レースは4号艇を除く5走立てにて行います。
1番、2番、3番ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。インコースと2コースが好スタート。1号艇小林、2号艇トヨタ。インから速攻1号艇小林、サス2号艇トヨタ、マクリザスカ3号艇大野、内からは4号艇前のバックストレッチへと入ります。先頭争い、内から4号艇前の、外からは2号艇トヨタ、さらには1号艇小林。なお第6レーススタートは正常です。一周にマーク、トップターンは4号艇前の、2番手内から3号艇大野、外を行く2号艇1号艇ホームへと戻ります。先頭は4号艇前の、2番手2号艇トヨタ、3番手に1号艇小林となっています。目下のところ4番、2番、1番、レースは2周目に入っています。先頭は4号艇前の、2番手2号艇トヨタ、3番手内から3号艇6号艇接近もかわす1号艇小林、3番手となっています。しかし内から3号艇大野が追走。3番手争い接戦、レースは2周にマークです。上位2艇は4番、2番、3番手争い、内から行くのは3号艇大野、懐ついていく1号艇小林、ホームストレッチ。3番手争い、内から1号艇小林、外からは3号艇王の並走となっています。レースは最終周回、後方アクシデントとなっています。レースは3周1マークからバックストレッチへと入っています。お知らせいたします。6号艇やら隆起転覆失格、6号艇やらは転覆失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。朝徳1レーススタートしました。4カード早かった。4号艇の伊藤、現在スタートは審議中、スタート審議中、お手元の投票券大切にお持ちください。4カードの4号艇の伊藤は早かった、現在スタートは審議中、スタート審議中となっております。ここでお知らせいたします。4号艇伊藤義友フライング変換欠場、4号艇の伊藤義友フライング変換欠場です。従いまして4号艇に関する投票権すべて変換です。レース終了まで大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、6番、5番です。9です。スタートとした大瀬のコース0対前半、5号艇の平岡、1周の1枠インから証券、1号で岸本、2号艇前の笹、3号艇の新出が攻めていく、まっくり出す、切り込んでくるは4号艇渡辺、6号艇の米田、5号艇の平岡向こう正面です。ここを押し切った先頭1号艇岸本で、2番手に交差しでバットの2号艇の前田で、打ちをついて上がってこようかというのは4号艇の渡辺、さらく5号艇平岡、一緒にコーナーの世界スタートは正常、くるりと4号艇の渡辺、握ってかわす2号艇の前田、後方から切り込んでは3号艇の新で、さらには5号艇のコーデホームに帰る、先頭リードは2艇種は1号艇の岸本、2番手逆転です。4号艇渡辺、3番手が挽回しようと2号艇前田、打ちをさっては3号艇の新で、2番手3番手4番手下がない状況、レースは西村1コーナー真ん中から4号艇の渡辺、3号艇を回して切り込んで、2号艇の前原向こう攻めで入る、おっとバランス崩して2号艇に逆転達成となりました。先頭1号艇岸本、両手が4号艇渡辺、3番手上がってきたのは3号艇の新で、上田系は143です。ここでお知らせいたします。2号艇の前原博道、2周1マークにおきまして転覆のため失格となりました。3番、4番、5番、6番の並びスタートしました。1番、3番、5番、この辺りがわずかに除いたスタートです。出ていく1番と3番、1番区の旋回、逃げる1号艇の山本、続いて3号艇の中村、さらに内を4号艇の村田がついていく。1号艇大きく煽られて危ないシーンとなりました。スタートは前提正常でした。もつれ合ってしまいました。この間に先頭は4号艇の村田、追いかける3号艇中村、3番手は2号艇吉永、そして大きく遅れて6号艇の井内です。なおこのレースでは2艇が失格です。1号艇の山本落水のため失格、5号艇吉本は転覆のため失格となりました。